ではあの門真市の動画です。私の世界一便利な VMAX、さらに便利度をバージョンアップしましたので紹介します。まずですね、ナビはあのソニーのナビがもう型落ちだったんで、まあ、なんとね、X ライドかナビをつけました。そしてこの時計ですね、時計ちょっと取られちゃったんで、マジックテープでちょっと洒落たやつをつけました。でここは、まあ、元からあるタコメーターですけども、ここはあのオーディオセットを置く、ここはペットボトルを置いて保温保冷をして、こうストローで走ってる時でもこう飲めると、ここは濡れタオル置き、これはあの高速道路の財布とかあの有料チケットとか置くところです。でライトをこう照らす、あの時計を照らすライトですね。それで前に来た時よりもバージョンアップしたのはここです。フォグランプを左右 LED でつけました。ダブルホーンの横に、張り出して LED、 これすごく明るいです。でこれは前もあったかな、これちょっとこれは何の機能的には何も意味ないです。あのちょっとおしゃれな透明クラッチ版ですね。まあ元々あるダブルヘッドライトに、そしてこれもあの LED にしてましまして、もうものすごく明るくなって、確かこれ1個3500円かなんかで、すごくずっと調子がいいです。さらにですね、夜の真っ暗けな高速道路、広い道、真っ暗な路面を大雨の時にも走って、もうあの見えやすいように黄色いなんてフォグカバーというか、それも自作しました。今から取り出しますね。これはですね、LED のライトは全くあのバルブの部分は全然熱を持たないということを利用しまして、どこ行ったかな。あれどこ行った、ちょっと待ってね。ごめんなさい、今あっちかな、こっちだ、そうです、はい、これはダイソー100円ショップで作った、まあ、プラスチックのタッパーですね、はい、タッパーに黄色いセロハンを貼りまして、はい、ここにピッとかぶせれば、はい、フォグランプ仕様です。あ、実はこれあの秋田山形の県境の鳥海山に、去年登ってものすごい霧が出て、もうライトつけても視界 1.5m、 1.2m ぐらいでね、もう鳥海山の視界2時間ぐらいもうローほとんどローでこうブローラーとした、ものすごい、ま、霧の中って本当に怖いですよ。あの水平も直角も全く位置感覚がないですから、もう怖い目しまして、そしてここのサブランプの方にもこれね、フォグランプしてます。これも100円ショップで、まあまだあの大雨の中走った経験が効果効果ないんですけども、絶対効き目があると思います。これも LED ならでこそ、ここは全く熱もしませんから、ハロウィンだともうちょっと走った後半ものすごく熱くなるけど、そうだったら薄いセロハンを貼っていつも持ち運びが、はい、こちらのサブトランクにはこうやって雨対策のもの、カッパ道具はもちろん、それかブーツカバーから全てを収めています。これはあの予備タンクですね、はいはい、このおかげで助かったことが3、4回あります。今あサスはこれノーマルで、あのイタリアのビチューブのやつに、メッキスプリン変えましたが、ちょっとあのメンテに1回目のメンテに出して、まだ取り替えてません。だからこれはもうノーマルですけども、1995年もすみません、これも自分であのシールを貼りました、一文字一文字で。これもあのほらナンシーさん、これナンシー氏ってよく言われるんで皆さんにすぐ分かるように1200とあえて
若干ダサいですが、VMAX は1200しかこのカラーないんで、まあ、1200のって書いてきました。了解です、ありがとうございます。いやどうも、はい、すごく大満足な世界一便利な VMAX です。どうも、はい、よろしくです